TPP 交渉の早期妥結に向け早急に動き出しています。原発事故の影響で不通となっている JR 常磐線の福島県内の区間で今日代行バスの運行が始まりました。福島県の沿岸部を通る JR 常磐線は楢葉町の竜田駅と南相馬市の原野町駅の間が震災と原発事故の影響